はい、本日は神奈川県の境川湧水公園から、お送りします。こんにちは。こんにちは。まず監督さんのお名前とチームのお名前をお願いできますか。はい、横須賀市のレインボーファイターズです。はい、の監督の土橋です。はい、監督さん何年ぐらいやってられますか。9年目です。はい、チームの創設はいつになるでしょうか。1979年で36年目になります。はい、練習日時と、活動場所を教えていただけますか。はい、土日祭日すべてなんですが、はい、豊島小学校や城北小学校その他中学校等を使って行っております。はい、去年の今年の成績を教えていただけますか。はい、去年はいくつか県大会も出ましたけれども京急杯で準優勝を最後にしたことと今年におきましてはその今のチームの新人戦でその京急杯で優勝し、数日前に行われました専修大学カップで3位に入ったことです。はい、チームの考え方を教えていただけますか。はい、月並みなんですけれども、まあ、明るく元気にこれで思い切ったプレーをやっていくとこれで厳しくするところは厳しくして、みんなで戦っていくというようなことを考えております。はい、部費は、おいくらぐらいでしょうか。はい、月1500円になっております。合宿などはやっておりますか。はい、年に3泊4日で長野に合宿に行っております。選手は今何人ぐらいおられるでしょうか。38名です。はい、練習試合で普及のお手伝いは必要になるでしょうか。ほとんど必要はありません。コーチがたくさんおりますので、はいはい、体験参加などは可能ですか。いつでも参加していただいては構いません。はい、ありがとうございます。はい、最後になりますけども監督をやられてて良かったことまた今現在悩みなどがあったら、教えていただけるでしょうか。はい、監督やって良かったことは今までに何度も何度も子どもたちに本当に味わえないような感動をいただいて、それが本当に嬉しく監督をやってて良かったなといつも思っております。悩み事はその子どもたちをどう育てていってどう野球を楽しく思ってもらって続けていってもらえるかそれが一番の悩みです。今日長い間ありがとうございました。はい、今日、朝勝利をされたということでまた次のラウンドも頑張ってください。はい、ありがとうございました。